大作可能にする仕組み、またそのモデルである。DOM は HTML 文書や XML 文書をオブジェクトの機構造モデルで表現することで、ドキュメントをプログラムから操作、利用することを可能にする仕組みである。ドキュメントの種類、操作に用いるプログラミング言語の種類に依存しない仕様である。WATSG がリビングスタンダードとして定義している。WATSG 以前は、 W3C が使用を策定しており、レベル1からレベル4まで勧告している。XML を読み込む API である SAX と異なり、XML データを3構造として扱うことができる。ただし、通常の場合対象の XML 文書をすべて読み込んでからの扱いを前提とするため、動作速度が遅かったり、メモリーの使用量が大きくなるといった欠点もある。 DOM の実装は各メーカーに委ねられており、DOM を実装した XML パーサが各メーカーから提供されている。DOM はマークアップがなされたリソースをリソース要素の機構造で表現し操作可能にする。DOM はドキュメントを対象とする。マークアップとは文章の一部を意味付けしたり構造を示したりするために付与される文字列であり、すなわち DOM は マークアップによる構造を持ったリソースを対象としている。ドムはドキュメントをオブジェクトの既構造として表現する。ドキュメント内にはマークアップによって区切られるまとまりがあり、各まとまりを特定種のオブジェクトで表現するでモデル化できる。このようにドムはマークアップされたまとまり、オブジェクトの既構造モデルによってドキュメントを表現する。以下はドムを説明する文章に 各部分が意味する内容をマークアップしたものである。マークアップがなされたリソース。タイトルドムとは何か、タイトル。本文、一行概要ドムとはドキュメントを、オブジェクトの機構造を示したものである。一行概要、詳細すなわちマークアップがなされたリソースを、要素オブジェクトの入れ子構造で、モデル化したものである。オブジェクトの例として、リストエレメント。 リスト、リストテキスト、リスト、リストコモン、リストが挙げられる。詳細、本文。このドキュメントを気構造として表現すると、以下のようになる。気構造で表現されたリソース。タイトルドムとは何か、タイトル。本文、一行概要。ドムとはドキュメントを、オブジェクトの気構造を示したものである。一行概要。詳細。 すなわちマークアップがなされたリソースを要素オブジェクトの入れ子構造でモデル化したものである。オブジェクトの例として、リストエレメント、リスト、リストテキスト、リスト、リストコモン、リストが挙げられる。詳細、本文。さらに、各要素をオブジェクトとして表現することで、ドムのノードツリー表現が以下のように得られる。 DOM ノードツリーノードはプログラムからアクセス可能なオブジェクトであり、この DOM で定義されるノードツリーを操作することでドキュメントをプログラムから操作できる。例えば新しいノードを追加したり、特定のノードを検索して内容を得たりすることが可能になる。DOM はその起源からして HTML をはじめとするウェブ技術との関わりが非常に深い。現在ではより一般化された ドキュメントを機構造として扱う仕様として定義されている。HTML はハイパーテキストマークアップ言語の名が示す通り、マークアップされたリソースであり、DOM の対象ドキュメントとして扱える。ウェブブラウザは DOM を実装することで HTML を解釈、表示し、また JavaScript 等のプログラミング言語からの操作を可能にしている。一方あくまで DOM は、 HTML と切り離された仕様である。ボタンなどの HTML 要素は、HTML 仕様でその振る舞いや属性等を含む、DOM インターフェースが定義されている。TOM 仕様は個別要素の振る舞いには、一切触れず、オブジェクトを同期構造として扱うかのみを定義している。DOM の目的の一つはドキュメントをプログラムから、解釈、操作可能にすることである。 JavaScript が Web ブ,ブラウザ用スクリプト言語として誕生した背景から JavaScript と DOM には密接な関係がある。Web ブ,ブラウザは DOM を実装しドキュメントオブジェクトなどを介することで JavaScript に対して DOM へのアクセスを提供している。いわゆる Web アプリは HTML で書かれたドキュメントを DOM によって操作可能にし JavaScript で アプリケーションとしての動作を実現している。一方あくまで DOM は JavaScript と切り離された仕様である。JavaScript は Node.js をはじめとした非ブラウザで完全に動作し、実際に広く利用されている。JavaScript の視点から見た DOM の操作は、単なるドキュメンタブジェクトの操作であり、JavaScript 仕様におけるオブジェクトの操作に過ぎない。 また DOM はあくまで言語に依存しないインターフェース仕様であり、実際に JavaScript 以外の言語による DOM の操作が行われている。WATSG DOM2019 年現在、DOM の仕様は WATSG DOM リビングスタンダードによって管理、改定されている。最新の DOM を定義している仕様である。Node ツリーに関わる仕様のみではなく、DOM イベント等の仕様も DOM リビングスタンダードで、 定義されている W3C によって、レベル1からレベル4まで勧告されており、XML 文章を扱う、Core、HTML 文章を扱う、HTML 等のモジュールに分かれている。また、正式な仕様ではないが、レベル1以前からある各ブラウザの独自実装を、DOM レベル0と呼称する場合がある。レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、DOM レベル4は、 すでに活動を開始していたホーグドムリビングスタンダードの当時の版のスナップショットと言えるものである。ありがとうございます。